さあ、まもなく試合再開の時を迎えます。後半は磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。磯野のキックオフキッカーは1番の美濃浦が務めます。岐阜大学出身のルーキーです。琉球はこのキックオフのリターンに38番と10番を配置しました。さあ、38番がリターンに入ります。味方ブロックは生かしまして琉球陣33ヤード付近からの攻撃を得ました。この日から琉球ガーディアンライオンズの攻撃という形になります。前半終了間際、あと一歩というところまで攻めがありました琉球。この後半最初のシリーズ生かすことができるでしょうか。そのオープニングドライブとなります。自陣33ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10。さあ、まずは左オープンを突こうとしました。ランニングバック33番にハンドオフし、左オープン展開を図りましたが、しかしこれは磯のディフェンス陣が殺到しまして、約5ヤードロスに変わっています。琉球自陣28ヤードからセカンドダウン15。パス不成功。今度はクォーターバック7番、内に入ってきたワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスタイミング合わず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いまして、サードダウンと変わります。琉球サードダウン15。パス成功。この判定パス不成功となりました。クォーターバック7番、奥に走り込んだワイドレシーバー9番へのパスでしたが、わずかにショート。パス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。琉球フォースダウン15。パントフォーメーションを選択します。パンターはクォーターバックの7番藤原がそのまま務めます。このパントは自陣に脱することができず、琉球陣48ヤード付近で外へ出ました。攻守交代となります。まず琉球の後半最初の攻撃は3アンドアウト、3回で終わる形になりました。対しまして今度は磯野スーパースターズ、相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。いきます。ラニマック25番、オプションプレーのピッチを受け、一旦タックルされましたが、それを弾き飛ばしてセカンドエフォートで約9ヤードのゲインと変えています。先ほどコメントにはありました、素晴らしい体感を見せましたのは磯野スーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身。
ストの相手陣39ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー11番へのヒッチパス、横に投げ捨てる形の前パスを取りました。ワイドレシーバー11番、キャッチアンドランで攻撃権更新です。磯のスーパースターズファースター、パスを取りました。ワイドレシーバー11番は松永、四日市大学出身。磯の相手陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで一気にロングパス。ターゲット84番へのパスでしたが、84番手に触れましたが、しかしキャッチできず、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。そのスーパースターズ相手陣32ヤードからセカンドダウン10。さあ中央へのランプレー、ランニングバック25番ハンドオフを受けまして中央突破、約7ヤードのゲインとしています。何枠25番は宮部、北海道大学出身。磯の相手陣26ヤードからサードダウン4。不成功。クォーターバック18番、ワイドレシーバー15番へのパスでしたが、これは琉球ディフェンス陣がカバーしており、パス不成功に終わっています。素晴らしいパスカバーを見せましたのは琉球ガーディアンライオンズ29番の中村でした。城西大学出身。そのフォースダウンと変わります。その体型変えましてパントフォーメーションを取ります。パンターはクォーターバックの田中がそのまま入ります。ナイスパン。このパントをコントロールされカバーチームのフォローもありまして、なんと琉球陣1ヤードの位置でボールが止まりました。この位置での攻守交代となります。磯野ここで鮮やかなパントによりまして、むしろ琉球を自陣に追い込む形に成功しました。アメリカンフットボールにおいては陣地というものは特に得点には関係ありません。勝敗には関係しませんが、しかし優劣を決める大きな要素になります。自陣1ヤード、非常に厳しい状況、ミスが許されない位置からの琉球ファーストダウン10となります。さあ中央へのランプレー、少しでも突破を図ろうとするが、それを磯野押し返そうとしますが、なんとかノーゲイン、ゲインなしという形に終わらせました。しかし攻撃は1つ失う形で、次がセカンドダウンと変わります。琉球自陣1ヤードからセカンドダウン10。さあ再び中央のランプレー、琉球ミスの危険性があるため手堅いランプレーしかできません。しかしわずかながら進みまして、約1ヤードゲインとしています。キャリアは10番のゴヤでした。琉球自陣3ヤードからサーダウン8。
さあここでパスプレーを展開した。そして見事成功、攻撃権更新です。琉球ファースト。ここでクォーターバック3番、あえて危険を承知でプレイアクションのパスを展開しました。これを見事ワイドレシーバー33番がキャッチしまして攻撃権更新です。琉球ファースト、まず陣地挽回としました。陣12ヤードの地点から琉球ファーストダウン10。今度はパス成功、ターゲットは9番の篠宮でした。約7ヤードのゲインとなっています。なお先ほど攻撃権更新のパスキャッチをしましたのは33番の中本でした。関西大学出身。琉球自陣19ヤードからセカンドダウン3。さあランプレーで突破を図ります。しかしこれは磯野のディフェンス踏ん張りまして、ゲイン1ヤードに止めました。琉球サードダウンの状況に変わります。琉球自陣20ヤードからサードダウン2。そのナイスタック、琉球ここランプレーで突破を図りました。キャリア10番、しかしそのボールを持ち中央突破を図りましたところを磯野44番のタックルによりましてノーゲインとなりました。磯野44番は井川、金沢大学出身のルーキーです。琉球フォースダウン2となります。フォーメーション変えましてパントフォーメーションを取りました。このパントはハーフウェイを越えたところでボールデッドとなり攻守交代となります。琉球攻撃の入口を見出そうとしていますが、しかしその攻撃が相手陣に入る状況にまだ至っておりません。しかし危機は脱しましてハーフウェイ付近からの磯野の攻撃と変わります。しかし攻撃が好調の磯はこの位置を果敢に攻めていこうとします。ボールオン自陣48ヤードから磯のファーストダウン10。パス不成功、ここでスペシャルプレー、ワイドレシーバー1番に振りましてそこからのロングパス、レシーバーが空いていたのでそのまま通ってではタッチダウンというプレーでしたが、パスがオーバースロー、パス不成功となっています。磯野セカンドダウン10、ボールオン自陣48ヤード。でランニー枠22番ハンドオフから左オープンに展開、相手タックル受けましたが約2ヤードのゲインを獲得しています。キャリア22番は今井、金沢大学出身。磯野相手陣49ヤードからサードダウン8。パス成功、ファースター。
クォーターバック18番、ここでミドルゾーンに走り込んできたワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新、磯のスーパースターズファースター、パスを取りましたワイドレシーバー1番は三ノ浦、岐阜大学出身です。磯のスーパースターズ相手陣29ヤードからファーストダウンテイク、ラニバック25番ハンドオフを受けて左オープンに展開、約8ヤードのゲイン、素晴らしいランを決めました。ランニングバック25番は宮部、北海道大学出身、その相手陣21ヤードからセカンドダウン2、パスは成功。クォーターバック18番プレイアクションからワイドレシーバー86番にパスを通しましたが攻撃権更新には至っておりません。サードダウンと変わります。パスを取りましたワイドレシーバー86番はカンナ、姫路工業大学出身のプレイヤーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、そのスーパースターズ13点、琉球ガーディアンライオンズ0点で、その13点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。序盤に磯野が琉球の緊張を取れないうちに上げましたタッチダウンはそのまま生きた格好で最終クォーター第4クォーターに入りました。双方ともその後ディフェンス陣の踏ん張りまして、その状況は膠着しておりますが、琉球その序盤の失点が補える状況にまだ至っておりません。トップアップとなるタッチダウンをこの第4クォーターに上げることができるでしょうか。まもなくその試合を決す最終クォーターが始まります。TY さんはメッセージありがとうございます。琉球にその応援メッセージが届くことを期待したいと思います。